新平家物語第335回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城春彦です馬と鹿城関白元房はその日も西八条の門へ義車を寄せ入道の室で打ち寄れていた物狂わしい周都と申すしかありません仰せのまま 異部の使いをやりましたが二度までも狼藉を受けて命からがら逃げ戻りもはや三度の使いには誰も恐れていくものもない始末です定めし不況下な顔をするであろう頭からどかつを食うかもしれない元っさは関白の食に服したばかりである内心恐々としながら述べた「うーん」入道の太い喉が 唾を飲み込むように動いた。大きな息が鼻孔を忍び出る固く結ばれた口であるその口が内にたける観音を鉄碑のごとく締め込んでいたあなたは宇治の長者だったあなたならと思うたのだがせっけの胃もなくなりました我が家の氏寺さえ抑えることができません。そのくせならの衆とは ややもすれば春日の榊を振りみこしを持ち出し藤原氏代々の氏寺を言い立てるいかにとも今は早まっせまっぽうだのう所詮我が家の里親扱いだけでは沈められませぬ何とぞ他にご思案を仰ぎたいと存じますが是非もないいや 無理なお骨折りを願ってご迷惑なことだったただただ面目ないばかりです元房が早々に帰ってゆくと清盛はやがて瀬能の太郎兼安を呼んで「五百期ほどを従えすぐ出税の用意をいたせ」と言いつけた兼安ははっと思った「いずこへはせ向かいますか?」「ならえでよ 目を乱とさせて目にたすと清盛はその顔を横に振った「合戦と早がてんするな夢戦いは避けねばならぬぞ」と仰せられるわ明日あるいは明後日になるやもしれぬが。 家の見つかりとして三度目の使者を興福寺へ遣わすであろう。その節、死者の車にシュートメらを近づけぬようにいたせ、前のごとき狼藉をさせぬように、何時の手勢をもって守り防いでやればよい。それだけでございましょうか。 死者の携えて参る関白家の書状を死者がつつがなく幸福寺並びに東大寺へ下達せしめえるように心へまいてござりまする申しつける役技はそれぞはいそれだけだがと清盛はなお念に念を入れて言い加えたたとえ姑とどもが 軍に対しどのような狼藉を仕掛けて参ろうとまた悪魔を浴びせようともんじらは構えて相手にしてはならんぞ。はっこてすね当てはよかろう。だが物々しくよろうたり旗さしのなどは掲げてゆくな。はっ牙は許す立ちもよい。だが弓矢はおびて参るな。 すべて官人を旗官人を愚足として行くがいい。友森重平忠則など若い大将をやらぬはそのためぞ。何時なれば年も分別ごろそれゆえにこの難役を申しつける。頼んだぞ。金安は目の底が熱くなりあとはただ頭を下げて引き下がった。 彼の五百騎はその日に奈良へ急ぎ、無論その日のうちに奈良へ着いた。常に都との間に物見を置いている南か方では、金安の兵馬が、兵馬といっても武装なきものであったにかかわらず、それが奈良に入らないうち、早耳に伝え合い、すわ平家勢の先人ぞと非常金を打ち鳴らした。 そしてたちまち、もののぐ固めた大砲仕らを先頭に、薙刀、長江を買い込んだ総兵の大軍が、死亡や同等の間から雲のように群がり出て、奈良坂口を固めていた。今日の相手はいつもと違う、義車に乗った苦行使者ではない、五百余機の武者だ。総兵たちも初めは、油断すなと戒め合っていたが、あれ見よ。 敵は寄せもせず道を避けたぞ何か測るところがあるやもしれん行っては先へ回れ行っては追い打ちをかけてくれと包囲の形をとった松の大並木である鹿がたくさんに遊んでいたその鹿にも似て敏少な僧兵の群れは小さく前後から絡みかかって「何者ぞ我らの地内へ平和を乗り入れんとするやからは!」とまず怒鳴った。 金康の兵は固く無抵抗を言い渡されていたので、忍の軍隊のように黙々とただ道を開こうとしていた。六波羅の兵か、悪入道の手勢よなこの霊域不条な手下は立ち入り相ならん。下郎ども帰れ六波羅の下郎ども、退散せ口汚い罵りが湧く。 声ばかりでなく、石つぶって牛のわらんじ、木切れ、いろいろなものも飛んでくる。兼安は木造のような無反応を姿に持ち、やがて部下を見渡して、駒を降りて、夜の帳を張り回せと命令した。野営の用意である。兵は一斉に馬を降り、近くの林に入って人幕を広げ始めた。怒号が起こった。 設営を妨げる大奉仕らと武者との間についに格闘が始まり穴やと思う間に血を見てしまったものであるもう我慢はならん武者の四五人が僧兵の中へ切り込んでいたうたすらと呼ばわり合い他の武者もどっと助けに駆け入っていく折伏黄昏である幸福寺大衆は血のりに明るく一石一木の暗がりも知っているそれにまた積極的だ 敵は恐るるに足らんかつて永山に向かっても勝った試しのない平家先頃は富士川でも散々になって逃げ崩れて帰った平家武者がなんとで名手ての悪僧と見え温情もすさまじく宗徒を鼓舞している大奉仕もある。瀬能兼安ははやる味方へ「逃げようここは逃げよう!」。 と声をらししあれほど言いいい渡しておいたことと手向かいすら浜世はなんぞ人々と静止していた。しかし、その人自身さえ、今は刃に対する刃を持って防がずにはいられなかった。まして部下はもう破れかぶれ、猪の武者となり終わっている。弓矢を持たないために、かえって戦闘は激烈なものとなった。 襲兵の数は武者に何倍していた。撃たれる者は金安の部下に多く、やがて金安の身も当然危うくなった。俺に続いて逃げろ馬に乗ってまず金安から逃げてみせた。わっと泣くがごとく彼の後から逃げ続いてくる見方を見て、金安は走りながらも悔し涙が止まらなかった。 奈良坂まで落ちてきて、大和守・金田田の追従地へ立てこもる、そして味方の数を調べると、なお100人は不足していた。後の者どもはいかがせしか夜明けを待ちかねて、昨日の場所へ探りに行ってみると、猿沢の池のほとりに61人かの首が掛け並べてあった。全て自分のの部下の首だ 弓を持たず抵抗も禁じられていたために撃たれた者の,の首であるこれが僧侶の仕打ちかおぐれ今はと彼の官人も限界に立った残る400機を持って突撃しようこの恥を受けこの部下の犠牲を見てはこのまま都には帰れぬと身を震わせたけれども蜀名も思い当たってくる 官人を旗としていけと入道殿は言われた。これでは使名を全うしたものとは言えぬ、むしろ使名を恥かしめるものだ。この上、失策の上塗りしては。と思い返し、瀬能太郎兼安は兵を奈良坂にとどめておき、一人馬を飛ばして西八条へ次の指図を仰ぎに変えた。